ちは。こんにちは。フラピーです。です。はい。はい。今日はですね、こう自転車に最適なスマホケースを、はい、紹介をしたいと思うんですけど、はい、まあ、スマホ必需品ですよね。そうですね。もう毎日の生活にもサイクリングにも、もうそうですね。なくてはならない。何使ってますスマホ？僕はiPhone 14ですよ。ああ、そっちじゃなくて。え、ケース？いや、どんな時に使ってます？あ、そういうことですか。失礼しました。そうですね。ちょっと機種をちょっと自慢したいと思って。はい。はい、サイクリングで出かけた時に、まあ今どこにおるかとか目的地なんか絵のないかなとかですね。はい、自転車乗るときはそうやって探してますね、うん、はい、あと写真撮るときに出したりですね、うん、はい、ご飯、お店さまでのこうルート案内とか、はいはい、ああいうのはね、はい、スマホが、まあ、一番便利かなと思うんですけど、はいはい、でそれで、まあ、自転車で使うにはすごくいいやつ、すごくいい、はい、今ちょっとこのようにダサッとこう、はい、ちょっと乱雑に置いてますけど、はい、これ今まで紹介してなかったんですね、はい、そうなんですよ、まあ、ピークデザインっていうところのものなんですけども、はい、とりあえず使い始めても1年以上経つのかな、はい、はい、ちゃんと紹介をしてなかったんですけど、そうっかり、はい、店頭ではもうかなりの人気そうですよね、はい、で、まあ、今回は改めて紹介をしようと思います、はい、でもこのピークデザインのケースがすごく使い勝手がいいんで、はい、自転車に限らずいろんなものに使えるんで、その辺をちょっと紹介していければなと思います、はいはい、今日も清水さんに根掘り葉掘り聞いていきます、ね、はい、僕も1年ぐらいずっと使ってますんで、お、はい、了解です。でまずピークデザインについて、はい、どんなメーカーなのかという、はい、カメラ好きな方はもう知ってる方多いと思います、うん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 、村上君も、個人的に使ってるものも、うん、あるでしょうし、で、まあ、一番有名なの僕思うのはこのストラップの、うんうん、あ、ちょっとこれ、はい、ちょっと取ってきます、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、これよくカメラ僕の周りにカメラ好きな方が非常に多くてですね、よくこれがついてるんですよ、この黒いお玉ジャッキのような、今日撮ってるカメラにもついてますよ。ああ、なるほど、今日村上くんが撮影で使ってるものにもついてて、最初見た時これ一体何やろうなと思ってストラップにしたらこれどうやって止めんやろうと思ってたんですけど、はい、はい、そうなんです、はい、これ一番有名なんかね、一番有名ですね、一番有名、あんの、はい、代名詞で、ピークデザインでコピー品が出るくらい有名なもの、こういう、なるほど、クリス・キングでいうヘッドセットみたいな感じですね。わからないけど、まあ、こういうカメラ側にはこう、まあ、このアンカーっていうのをつけて、はい、でこれがセットなんですけど、もう当然外し簡単なやつですね。なるほど、はい、これが多分代名詞的な商品だと思います、うんうんうん、まあ、カメラ好きの人はみんな知ってるんじゃないかなと、まあ、こういう、うんうん、カメラのアクセサリーの高品質なアクセサリーを作るメーカーですね、うんうん、で、まあ、こういうストラップとかアンカー単品とかで、あと僕が初めてこのピークデザイン知ったのは実はこのキャプチャー、はい、キャプチャーっていうバックパックのこの肩紐につけて、でカメラをガチャッと置いとけるっていう、あ、なるほど、感じで僕が使ってたのはこれに GoPro の POV キットとなって、うん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 、それをここに GoPro つけれるようにする、あ、それでそのチェストマウントじゃない時に使う、あ、なるほど、マウンテンバイクで走ってる時とか、そうそうそうです、はい、そういうので、まあ、初めてしたのがこのキャプチャーキットっていう感じですね、はい、いろいろカメラだけじゃなくて、はい、じゃあ GoPro とかにも使えるようになってくるっていう、そうですね、カメラ絡み、はい、撮影絡みですごく便利なものが多い、なるほど、ブランドですね、はい、でここがそのスマホのケースを作ってきたと、はい、なるほど、なかなかこう、まあ、安くはないんですけどすごくこう品質のいい、はい、質感のいいものが多いんで、この、持った瞬間にあれってなりますよね、そうですね、こう僕今都合機種変して、はい、まだこれが発売されてないんですよ、あ、なるほど、なのでこう普通の安いこうケースにこれ貼ってるんですけど、やっぱりこれやっぱ違うので薄くて質感がいい、これとても、いや、わかります、これ、はい、
これマジで持った時に違うんですよ。そうなんです。あ、これはしっかり作ってるっていうのがよくわかる、はい、前情報なしでもわかる、はいでまあ、こういう普通によく売られてる安いやつってこれも、はい、今日分厚いじゃないですか、はいはいはい、だからこれ薄いんですよ。あすごく薄いんで、変に大きくならない。あなるほど。でこれここしっかり硬いんでここはがっちりしてるんで、まあ、少々落としてもまあガードしてくれる。ガードしてくれると。村上くんも使ってるからな。僕まだなんですよ。違うんかいね、うん、あの村上くん違うんか。村上くんはクアドロック、クアドロックか、うんですね、なんです。なるほどな。すごくおすすめです。で、まあ、おすすめの理由いろいろあるんですけど、はい、ですね、何がいいっていうのがですね、やっぱ自転車とすごく相性がいいと、はい、なるほど。で、あのマウントが自転車につけられるマウントがあるんですよ。で2種類あって、うん、はい、あのまずこっち僕今普段使ってる分ですね、これがですね、アウトフロントバイクマウントっていうやつで、これがですね、あの、まあ、ここのこれマグネットになってて、これもマグネットになってるんですけど、パチッとはまります。早いっす。早いですで取る時もめちゃ早いです。でここのここに、あーなるほど、ポチがあるんで、これ片っぽしてもいいです。片っぽだけでも動くんで、でもガチッとはめて、あ、だから磁石があるから吸い付いてくる。そうなんです。でこんな少々やっても落ちないです。で片っぽ押すともう取れちゃうんで超早いです。早っ。これ最速かもしれないですね。そうなんです。でこれ落ちるんじゃないと思うでしょ、はいはいはい、で僕この何回かあの撮影で、はい、あのいつものお山行ったり、はい、これでしてるんですけど、はい、これつけたまま行ってるんですけどそれマジ の、はい、トレイルライドじゃないですか。そう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 。でも落ちてない、全然落ちないんで本当にこれすごいです。すご、はい、でこのアウトフロントマウント、バイクマウントですね、はい、これは同梱されてる部品に、はい、GoPro マウントがついてるんですよ。なので僕の場合はこのスマートセンスのライトがあるんで、これをここにつけるっていう、すごくいいです。あの渋滞しがちのこのハンドル周りをこうちょっとスッキリできる感じですね。でもここにも GoPro つけてもいいし、はい、あの最近 GoPro マウントのライトって多いじゃないですか、はいはい、あれをもつけれるし、すごく、なるほど、便利です。ライトの位置もこれで OK。 そうなんです、ね、はい、ライト問題も解決できると。やばいっすね。いうところなんです。やばい、はい、でもう一つで、これはもう完全にあの固定してしまうやつ、まあ、はい、固定ってそのダイヤルというかこの工具なしで固定できるんで、このこれですね、脱着も簡単ではあるんですけど、工具なしでいけるってことですか。いけます。ああ、でさらに簡単なのはこっち、ユニバーサルバイクマウントっていうのがよくあるシリコンのタイプですね、はい、でこれはまあハンドルバーここにつけてもいいし、ステムにこう巻いても、なるほど、どこでも OK。 どこでもハンドルバックとかつけてたらそっちの方がいいかも。そうですね。なんでこういう感じでつけれます。なんでもどこでも、でなんで複数台持ってて、うんうん、使い回したいと場合こっちの方がいい。あ、なるほど、いいだろうし、すごくいいです。であとですね、あのこうまっすぐもつけるし、こう横にもできるんですよどっちでもいけます、正方形なんで。すげえ、そういうことか。はい、すごく、え、そんなん、はい、あれですね、もう本当マップ表示させながらとか。そうそうです、もう超便利ですよ。何、カーナビじゃなくてバイクナビ状態ですよね。そう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 、なんです。なんすごく自転車には相性のいい。でまあ脱着も超簡単なので。あ、なるほど。あの僕は、ま、この前はクワッドロック使ってたんですけど、はい、クワッドロック取れないんで、うんうん、あれも安心なんですけど、はい、あれって取るときにこうボタンをこう押しながらとか、なんかスライスしながらぐるっと回さなきゃいけないんですけど、 あれがないので脱着がめっちゃ早いという。なんでこう自転車乗りながら、あ、ちょっと撮りたいという時にパチッとこうね、これはパシャッみたいなもできると。早っ。それは早いですね。そうなんです。これ超おすすめです。
欲しくなったでしょ。欲しいですね。もら池田君ってこういうやつですね今。あ、僕もあの100円均一のカバー。あ、100均なの。すごい、100均あるんだ。100均のカバーを僕は使い回してる人なんですよ。ですか。いや、僕100均にすればよかった。あ、アマゾンで1000円ぐらいの買った。もう最近の100均にあるのか。すごいですよ。まあまあそれはそれとして、はい、で、ちょっとこのケースが何種類か実はあるんです、はいはい、で、まずこれがベーシックなやつですね、これエブリデイケースっていうものになります。で、これにさらにですね、ここにループがついたモデルがあって、うんうん、ですね、ちょっと写真だけになっちゃうんですけど、これ分かりますか、ね、これが指入れるループになるんですよ。でこう持つ、単体で持つときってこう怖いじゃないですか、スッとこう、はいはいはい、そういうのがこうここにあると指入れとけるんで。なるほど。だから撮影するときとかもこう、そうそうそう、ピシッと、まあ、そこら辺お好みで、なくてもいい人はない方でいいし、あった方がいい人はあった方でいいしという感じですね。で、あともう一つ、ユニバーサルアダプターっていうのが、はい、ユニバーサルアダプターだったかな、はい、どれだった、ユニバーサルアダプターですね、はい、これだったらもうあれです、機種関係なく、ああ、この貼り付けるタイプ、これです、はい、貼り付けるタイプ、もう裏面が両面テープになってるんで、どこでも貼り付けれます、まあ、どんな機種でもはあ、いけます。ただその直接貼る人ってあんまりいないとは思うんですけど、うん、結構強いんで直接貼ると剥がすとき大変です。あ、なるほど。僕これiPad につけてたやつを群れ剥がしてこっちにつけたんですよ。結構大変だったんで、こういうケースに貼った方がいいと思います。でケースもその革とか布系のケース使ってる方はあんまり貼らない方がいいみたいです。ああ、もうベロベロになっちゃう、ベロベロになっちゃうんで使い物にならなくなっちゃうかもしれないんで、これやったら機種関係なくいけます。で、そう、機種の話なんですけど、はい、基本的にエブリデイケース、こっちは iPhone11 以降のモデル、はい、とあとサムスンの一部のモデルのみです、うん、展開は iPhone 中心。そうですね、はい、でこっちのエブリデイループケースっていうんですけど、ループがついた方、こちらは iPhone12 以降のみになってるので、まあ、それ以外の機種の方はまあこのユニバーサルアダプターを使ってもらうという感じになると思います、はいはい、なるほど、はい、いや、何でもつきますね。何でもつきます。はい、ほんのこれはユニバーサルアダプター、本当にスマホでもいいし、僕 iPad にもつけてたんで iPad とかああいうのでも、うんうん、確かにこれだから自転車だけじゃなくて、例えば車とかにも何とかつけれたら、はい、そう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 です、カーナビ代わりにもなっちゃうんですよね。はい、で車につけるときはこういうカーマウントっていうのがあるんで、ダッシュボードに両面テープでピチャッて貼り付けて完璧ですね、はい、だ車持ってて自転車が好きでカメラも好きやったらもう買った方がいい、買った方がいいですすげえな、はい、そうなんです。でこれもこれはまあペチャッとつけるだけなんですけど、無線充電対応、うん、無線充電って言いますっけ、あれ何ですか、置いたらワイヤレス充電か、ワイヤレス充電対応のものはこれにその充電できるやつがついたものもあるんで充電しながらっていうのも対応です。すごい、まあ、こういうやつですね、ワイヤレスチャージングスタンド、これは家置き用ですけど、へー、これのこの車バージョンもあるので、車のもでも大丈夫です、ね、うんうん、すごいラインナップがすごいですね、ラインナップすごいんです。で、いろいろとありまして、ケースの特徴、はい、でまず薄いです、はいはい、このとても薄い、そんなにかさばらないです、ね、うんうんうん、こうつけてもそこまで大きくならないという感じです。であと裏面がめっちゃ平ら、あ、なので無線充電ですね、ワイヤレス充電するときも全然問題なくいけます、うんうん、この僕も、まあ、マイクはドロップ使ってて、その時は無線充電できなかったんですよ、はい、ちょっとモコってなってるんで、あ、これはもう普通に市販の充電器が使えます、ペチャッとこう、うん、置けるんで。なるほど。でちなみにこっち、この
ユニバーサルアダプター。ユニバーサルアダプター。これでも無線充電いけました。お僕今これで無線充電してます。あ、なるほど。なのでこれでも大丈夫ですね。で、あとこれは僕気づいたんですけど、あのできるかなと思ってできたんですけど、はいはい、あの iPhone って背面タップってあるじゃないですか。はいはいはい。こう、はい、スクショを撮るときとかに使うやつですか。はい、いろいろ、はい、あれが使えます。お、いきます。これでもいけます。これでも押してもらうと、あら、これいけ。今ここ僕はBluetooth とつなぐショートカットを設定してるんですけど、なるほど、それが背面タップで作動すると、はあ、背面タップ全然いけるというところです。であと結構注意点があって、はい、まあ、対応モデルがちょっと少ないという、そこまで全部対応はしてないというところですね、はいはいはい、であとあの NFC に干渉することがあります。あのタッチ決済とか、 あとあのイコカとか、そうですね、で僕実際あったのがあの広島市電入ってホテルじゃないですか、はいはい、であのこの iPhone にスイカを登録してるんですよ。スイカでいつも使ってたんですけど、はい、ちょっと反応が遅いです。あ、こうピッピッならない、ちょっとずーっとやってピッみたいな感じになるんで、ペッてやるとあの読み取ってないことがあるんで、うんうん、あの出口で困るみたいなことがたまにありました。なのでしっかり音が鳴るまでちゃんと押すみたいなことは必要で、ちょっとそういうところはあります。なるほど、はい、ああいうタッチ系全然やったことがないんで、はい、そうなんですか、まだ切符人生を送ってますんでちょっとやらないけどね。あれはやった方がいいですよ。めっちゃ早いんで、確かあの、まあ、並ばなくていい、待たなくていい。 あ、 であとあのこの保護フィルム貼ってる方は、はいはい、物によっては干渉してフィルムが剥がれちゃうってこともあるみたいです。なんか何人なんかいたんですよね、お客さん。あ、そうです。もうフィルムを貼ってて、はい、でクワッドロックのケースをパコッとはめた時に、うん、クワッドロック？あ、クワッドロックじゃない、ピークデザイン、はい、あの内側にこう、うん、落ちないようになってるじゃないですか、はいはい、うん、それがフィルム限界ギリギリまで貼ってると、はいはい、干渉してしまうっていうのはありましたね、うん、使うフィルムにはちょっと注意が必要かもしれないという感じですね、はい、ですね、はい、そんなところです。であとここから追加情報みたいになってくるんですけど、はい、あの追加情報一つ重要な情報を漏れてました、うん、あのロックの仕方、これさっきこっちパチッとはまるタイプ、うん、あってないですか、こっち取りましょう、ちょっと待ってください、よっ、まあ、これですね、こうバチッとはまるタイプ、はいはい、でこれがハードロックって言います。うん、2種類実は方法があって、はいはい、ソフトロックっていうのとハードロックっていうのがあります、うんうんうん、でこっちの爪がついてるタイプ、これはこの内側のこのこれですね、この四角いところ、これ内側 に、うんうん、にこの爪が引っかかってがっちりロックするタイプ、これがハードロックって言います、うんうん、でソフトロックっていうのがあって、あのマグネットの力だけでつくタイプ、まあ、これとか、あ、もうこんな感じですごいなつくタイプ、これがソフトロックって言います、うんうんうん、で基本的に自転車のマウントはこっちのハードロックになります、はい、でその他のアクセサリーはソフトロックっていう感じのものが多いです、うんうんうん、はい、で、まあ、自転車以外で使うものもいっぱいあって、例えばこれ何でしょう、これは、これですね、カードケースです。おー、カードケースなんで、まあ、よく使うカードはもうここにこれ入れといて、財布いらない、いらないです、ね、はい、本当に財布いらないです。はあ、このね、ペイペイとかいうバーコード決済だけじゃなくて、やっぱ心もとないところってあると思うんですけど、はいはい、まあ、カードで取ったりとかはこれで賄えます。確かにな。であとはですね、まあ、でこれはカード単体なんですけど、カードケースなんですけど、はい、カードケースでスタンドにもなるっていう。でも家でこう YouTube を見たりとか、はい、まあいける、こんなのもあります。すごい、はい、であとは、僕もこれ使ってるんですけど、はい、これいいんですよ、これ三脚なんですけど、あ、これをですねここにペチャッとつけるじゃないですか、はい、でこれ三脚ベヨンって出るんですよ、こう、あ、なるほど、おお、すごいです、
これ超便利なやつで、これ、まあ、これで普通にこうね、いる動画見てもいいし、でこれ横にもできるんですよ、こうね。あー、なるほど。どっちでもいけます。撮影もできるし、はい、でこれ僕が一番使うのが、あの一人で乗りに行った時とかの撮影。あー、なるほど。は超便利です。いるか、これはいるかもしれない。さあ、これはあった方がいいです。特に一人で乗ることが多い場合、はい、僕らって結構ね、一人多いじゃないですか。そんな、そうですね、平日休みなんで。そうですね、これは必需品です。なるほど、はい、ですね。ですね。で、まあそれが自転車以外でも使えるもの、まあいろいろあるので、うんうん、まあこれ、これとかもそうですね。これも全部ソフト、ソフト、うんうん、ソフト何でした、ソフトロックか、ソフトロックのもの。すごいな、本当こう自転車だけに限らず日常生活でもすごく使い勝手がいいので、うんうん、ぜひ使っていただきたい。もうちょっと3段をつけてます、はい、どれにしようかな。マジかです、ね、であとですね、これさっきちょっと忘れましたけど、このまあ、普段のアクセサリーですね、はい、このユニバーサルアダプターってやっぱどうしてもこうポコッと浮いてるんで、うんうんうん、こう乗せると若干こう隙間ができます、うんうんうん、で通常のこっちのエブリデイケースだと完全にピチッと、うん、より、ね、より安定します。こっちもこっちも、うん、こうか。なんでユニバーサルマウントかこのちゃんとしたケースやったらもうちゃんとした方を選んだ方が、うん、そうですね。これが対応してるモデル、スマホの場合は絶対こっちの、あのエブリデイケースの方がいいと思います、うんうん、またもう一回、もう一回ありました、はい、ですね、これ、まあ、このユニバーサルマウントでもこっちのエブリデイケースもいいんですけど、昨日もやったんですけど、はい、あのガードレールとかにつくんですよ。え相手が、まあ、あの金属であれば、鉄であれば、なので、あの自撮りとかも買とか、あと集合写真とか撮るときには超便利です。ちょっと今ないですけど、ちょっとこれでやってみていいですか、はい、つかなかったらこっちですけど、これちょっとこいつ弱いですね、弱いちょっと弱いですね、ちょっと 面じゃないと難しいですけど、なるほど、そう、すごい、そうなんです。なんか超いろいろ便利です。あ、マグロネットって便利だなと確かに思いまして、はい、そんなところで、はい、自転車乗ってればで iPhone 使ってればぜひ使っていただきたいスマホケース、スマホケース、はい、ピクデザイン、ピクデザインのエブリデイケース、はい、もしくはエブリデイルーブケース、はい、これが、はい、ちょっと待って、ね、はい、ケースが5500円かな、そうです、ね、エブリデイケースが5500円、はい、エブリデイループケースが6820円、はい、ですね。でこっちのユニバーサルアダプターが4070円です。なるほど。でアクセサリー類はいろいろ値段ありますんで、なるほどですね、はい、ちなみにこの、はい、どれでしょう、バイクマウント、バイクマウントはですね、ちょっと待ってね、バイクマウントは、アウトフロントバイクマウント、これが12210円ですね。ユニバーサルバーマウント、こっちですね、これが8580円になってます、うん、なるほど。じゃあこれとこれで、まあ、だいたい18000円ぐらいあるともういいセットが、まず、そうですね、自転車セットが手に入るということですね、はい、でさらにこれがあるとなお、なるほど、よい、そういうことか、はい、了解です、はい、さあ多分来週ぐらいには池田くんもデビューしてることでしょうと。あ、であと一個忘れました、言うの、あの iPhone15 シリーズは、はいはい、ちょっとまだ発売前なので、国内はまだちょっとないので、なんで今僕これになってます。なるほど。もうちょっとしたら、もうちょっと出るまで待っていただければなと思います。はい、はい、了解です。というわけで、はい、ピールデザインの、はい、スマホケースよろしくお願いします。はい、いいですね、はい